今日は公園です。なんか最近公園多い気がする痛このシャッターにもたれてたらめっちゃ痛い。はい、現在1時一人も誰もいません、この劇場に。3時間前行動、3時間どころじゃなくない？5時間前行動できるよ。使い放題です、今なら。なんかギブミーファイブ頭から離れへんねんけど。今からね、何しよう。劇場心身全然一番乗りじゃないです。今日は仕事だったので空き時間です今。痛い、誰かクッションください。私に背中が痛いですなんかさ、スマホのさ、なんていうの、クリップみたいな、なんかくっつけるやつわかる？こうやってなんか立てかけるやつをくっつけてるねんけど、それがもうほんまに一瞬で取れるねん。買ったばっかりのに。そうやってみんななんかそんなもん？なんかな、こうやって指に入れて持てるみたいなやつ。指に入れてたらすぐ落ちてくるねんけど、なんか粘着力ないんかな、重たい、なんやろ誰か解決策知らないんですか。バンカーリング、あ、それかも、それです。どうしたらいい、それめっちゃ取れるねんけど結構ストレスなんでめっちゃ落ちるもん。心身ただでさえさ、もうバッキバキやのにさ、んな落としまくったらもう収集取り返しつかへんくなる。両面テープ貼ってる
協力両面って部ないっすね。そんなんがあるの買ってみようかな。ちゃうねん。え、強力なマグネットのやつって何？3メートルのやつ。え、何それ。3メートル、あ、メートルじゃないか。何これ、 3M って何や。3M か、わかりました、調べとくわ。3メートル、なんかめっちゃ長いやつかと思った。これってタマーですか。マサユキさん、なんかすごいやつ、ありがとうございます。シンシンがアホなこと言ってる間、3メートルとか言ってる時にありがとう。しかもすごいやつ、ありがとう。パンダだね、すごい。なんか和風和装。 3M 調べとく。 3M のやつやっと取れない。あ、来た。2番乗りメンバーいや、シンシンの方が後から来たわ。でもだってシンシンが朝来たらもういたもん、マネージャーさん。他のメンバーなんか今日多分あれやな、多分仕事があるメンバーは何人か見かけましたね。公演メンバーは見てない。探してたんだ、聞き覚えのある声、思わず振り向いたら願い事叶うように、向こうから君が来た。僕の好きな最強ツインテン、似合いすぎてキュンしする、なんで二つに結んだの。男たちは首いたけ、今日の君は最強ついて、もっともっと好きになる、今世界で一番可愛い人。じゃんじゃん、はい。ルームスってさ、カラオケ配信とかできへんのかな。ショールームはできるねんけど。ルームスでもやりたいな。ただアフレコ、あ、アフレコちゃうわ、なんやっけ、アフ
フレコじゃなくて何やっけ、アカペラや、アカペラ。カラオケ行って配信、それ逆にいいの。でも確かにいるよね、たまに。でも歌ってるところを上げた動画を上げたことはある、昔のなんかムービーで。こんなにいい年のに、インスタライブとかはカラオケの中から配信してる人とかたまに見かける。この後は何するかというと、さっきほんまにもうめっちゃ食べたんですよ。でなんかもう言いたくて胃薬飲んで寝ます。一旦ね、一旦寝ときます。そして復活してリハーサルを頑張ります。本当に大変ですよ。これが公演前の配信です。あ、ネックレス取るの忘れてた。ね、食べれないから胃が痛いんです。本当にもうこれです。紳士の胃、これです。本当に「すごい小食だよ」みたいな人いません？あ、でも心身もなんか結構多いなって思って、まあ別に大食いの量ではないかもしれへんけど、でも普通に多いと思います。多分小さめ、なんだろう、普通女子は多いと感じるんじゃないかなって。普通以上食べれる人はあれやけど、で女子とかならもしかしたらきついちゃうかなと思うサイズやと思う。いや、心身がおかしいのかもしれへんけど、いや本当に、あーもう現地集合、現地解散、もう本当に何だろう、フードファイターみたいな気持ちでしたね。いや本当に、でもみんな全部食べてたんですよ。まあ当たり前やけど、なんか全部残さず食べてたから自分も食べたなと思って、結構に頑張って食べてたんですけど、であれ1日で撮影したからちょっとだいぶね、まあ、ちょっと多めでしたね。
ほんまにあのほんまの悩み、全然食べれへんなんかもうシンシンがもし彼女がシンシンやったらもうご飯屋さんに連れて行きたくないもんご飯食べへんからでもこれでも食べる方な、食べれるようにはなったんですけど、代わりに食べてくれる人が好き代わりに食べてください、シンシンの。本当にシンシンはでも食べるのもなんか基本めっちゃ早く食べるんですよ。お腹いっぱいになるからね、早く食べるねんけど、お腹がいっぱいになった瞬間にめちゃめちゃ遅くなるんですよ、食べるペースが。お腹いっぱいを感じる前に基本食べきろうっていう心構えではいるけど、それでも多くてお腹いっぱいになっちゃった時はもうほんまにあもう無理ですっていう感じでめっちゃ遅くて、で今日もそうご飯食べてたんですけど、めちゃめちゃ過去最高に長かったと言われましたね食べてる時間がってぐらいもう遅すぎるので。あそう、スイッチ切れたらもう食べられへん。次またお腹が減るまで30分くらい待ちたいんですけど、そう今日はちょっと30分も待ってる場合ではなかったので食べました。給食も遅かった。なんかみんなが掃除してる時も給食の後に掃除やったよ多分。でそうだから給食みんなが掃除してる間も食べてた。ていうかその後に休み時間があるけど、その休み時間も食べてた。でも無理なもんは無理やから。わお、ありがとうございます。中島よし、かわいい。ありがとう。何これ、アイス？パフェ？ありがとうございます。え、今っての残す、そういうのあかんのかな、その給食食べきれない子をほっとくみたいな最近は残しても大丈夫。そうなんや。新生の時はまだ全然、でも途中からその自分の量に合わせて減らしたりしてたのかな、忘れたけど、その低学年の時はもうずっと毎日給食と戦ってた。小食男子いいじゃん。やっぱ心身も小食なので同じ店選びに困らない。やっぱいやこれ多いよな、でもこんな少ない量頼んだらやっぱ引かれるかなみたいな、ちょっと心があるんですよ。
ほんまにミニサイズでいいからって思うけど、さすがにこの店来てミニサイズ頼むのはちょっとあれよなと思って、ちょっとなんかみんなと一緒の食べたりするときとか、まあ、人によるけどあるから一緒にできるし、逆に大食いの人はあの新進のを食べてもらえる。どっちでもいい。家族はお母さんだけイカ水って言うんですか、なんていうの、めっちゃ大食いでやけど痩せてるみたいな痩せてるっていうか、イカ水ってなんなんやろ、あの食べた後めっちゃお腹出る人なんですけど、それ以外みんな小食です。集会来てください。あ、でももう受付終わってるから次のシングルだね。おー、りょうこくまありがとう。え、なんかバースデーだお祝いありがとうございます。ありがとう。かわいい、なんかカフェみたいな。あ、くしゃみでしょ。ああ。次の握手会となれば来年とかわからへんけど、もう今年あるかも微妙ぐらいなので結構先になるんですけど、それまで好きで行ってください。あ、握手会ありがとう。そのクマタワーかな。寒いよ相変わらず。MV、 え、そう、しかももう110万回再生ぐらいいっててびっくりしました。びっくり。どうしましょう、お祝いやな。久しぶりじゃないこう100万回再生。嬉しかったです。もっとたくさん見てください。私あの TikTok の音源検索したら本当に誰も使ってないので、あの皆さん TikTok の方も別に自分映してもいいですし、映さなくてもメンバーのなんかなんやろ、あの動画とかに当て込んでも、なので本当に心身しか出てこないので皆さん TikTok でも使ってください。これがあれなのか、それではそろそろ終わります。行きます。
13位だし巻き卵ありがとうございます。12位野原しんのすけのすけありがとうございます。11位松屋ありがとうございます。10位しんありがとうございます。9位聖護ありがとうございます。8位大空ありがとうございます。7位カノピーありがとうございます。6位末吉ありがとうございます。5位れなちゃんありがとうございます。4位京都のやじありがとうございます。3位中島よしありがとう。タワーもありがとうございます。パフェ。そして2位りょうこうありがとうございます。くまカフェありがとう。タワー。そして1位まさゆきさんありがとうございます。特大パンダありがとうございます。ありがとうございました。それでは終わります。バイバーイ。